よ。もう撮ってんの？そうです。なんだ、言ってよ。さあ、それではハンハリーリーにやってまいりましたけど、まずはあのお腹を満たしていきたいと思いますが、これがまさにエジプトの名物モロヘイヤスープですね。そして肉の盛り合わせ、いや豪華な、お腹空いてますからね。早速まず一ついってみましょうか。これで多分ね1000円ぐらいなんですよ。めちゃくちゃ安い。とてのじゃあいただきます。じゃまずはね、とろっとろのモロヘイヤスープ、見た目はねなかなかですけど、どうでしょう。あー、美味しい。これ好きだわ。もうね、エジプト料理大好き。これすごいですね。日本だったらもうこれで700円ぐらい取られますよ。一本でサービスエリアで。本当だ。本当。どう？めちゃくちゃうまい。じゃあラマダンについてエジプト人のノッチに聞きたいんですけど、実際にどうですか？ラマダンってどんな感じなんですか？ラマダンはあの大変なんですけど、あのなんか料理食べないし、飲み物も飲まないし、あの6時午後まで。でもあの家族と一緒にみんな集まってご飯食べて、これがめっちゃ本当にいい気持ちです。とラマダンはこの1ヶ月はなんか本当にお祭りみたい。みんなお夜であのご飯の後めっちゃ元気とか、なんかキラキラライトはいっぱいとか、だから本当にみんなはラマダンが好き。若い人たちはじゃあ夜遊びとか夜遊びに行ったりするんですか？結構。そう、たくさんです。いや、どちらかというとラマダンが近づいてきたら、いや大変な1ヶ月来るなと思うのか、楽しみと思うのか、どっち？楽しみにしています。へえ、めっちゃ楽しみにしています。本当になんか家族はなんか久しぶり会えない人、みんなはご飯で集まって話して、あの美味しいな料理は作って食べて、めっちゃ幸せです。マグネットはピラミッド1ドル。ミルダディ、もっと安いよ。お疲れ様です。はい、ミルダディ。観光地のなんか安っぽいものじゃなくて、本当に素敵なものが多いですね。これとかもね、小物入れ。
いやこういうのお気に入りの各国のお気に入りをね買って飾って旅をね思い出したりとかしてそういうのいいんでしょうね。はい。How come? But grocery die. Neo. Yeah. よく言われるんだな。エジプシャンプライス。エジプト安い。ただ全部ただ。安いでもないよ。ただ。230ポンド。これね、エジプトのコットンの。エジプトブアイソー、エジプトコットン、百ブシャクカテン、本当に。かっこいいね。こういう、大きいサイズ？いや大丈夫。すごい雰囲気ある。すごいいいね。ラマダンでみんな買おう。ファヌースよ。ファヌースみんな買います。はい。市場を上から見下ろせるなかなかいいカフェです。
シャクラン。また来たい、また来たい。ハンハリーはね、気がありますね。生命力がね、溢れてる。モネだけ、モネだけ。楽しい ね、あの客引きの雰囲気がなんか悪い感じじゃないんですよね、はい、みんなこう楽しくて、うんうん、いい雰囲気でしょ。なんか悪い気分しない、はい、値段が決まってる店なんてあるんですか、ハンハリーリーに。基本必ず交渉しなきゃなのに、こんな裏道が、秘密の店が。そうそうそう、これはね、普通の人わかんないね、絶対。Would you like to see you? Go ahead. こんなとこに店があるの？こんな観光客向けっぽいところが安いの？高そうだけど。すごいね、値段交渉がいらない、値段が決まった店がハンハリリにあるんですね。これはびっくり。